はいということで令和五年二月二十三日猫組長の経済セミナーということになりますよろしくお願いいたします,しします猫組長、えー、ということでもうそろそろ憂鬱な季節という話が先ほど出てたんですがああ確定申告、ねはい、猫さんは個人事業主なんですか、はい、<今>個人事業主になんのかな今は全然何もそういうあの指定をしないで、ね うん、申告しちゃってるから多分個人事業,、うん、事業主の人青色だからねあ。青色申告ですねなんだけど僕ずっと経費ななんんか一請求したことないんですよ会社に会社っていうかまあその申告時です、ね。うもうなんちゅうのかない行っただけ払うああ行っただけ払う,払うんで、うん、もう経費面倒くさい「いや景品ですか?」って言われるけど「いや面倒だからいいよ」って言っても会計士さんに言ってあとで突っ込まれるのが嫌だから。うんうん やってるんですけど、うん、税務署ってね。取れるもんから取ってやろうっていう発想なわけですよ。そうです納税額が大きいからが。いや、まあ、まあ、大したことないんだけど、うん、あの。そもそもね、一、うん、年後。前年の。収入の一年ぶり来るわけじゃないですか。はい,はい、はい。その時、ドカッと稼いで入っていってきて,ても、うん、もないのよ。うん、払うときには。 そうまあない,ないわけで本来ねあれで申告するんだけどあのそもそも現金のやり取りで申告がいらないような人たちって申告してない人いっぱいいるわけですよね。でベントラーに乗ってさもうすごいタワーマン住んでさキャッシュでやり取りしててうさんくさいやつらは申告しないしそもそも税務署があんまり把握できないからこいつは野放し。 はいはい、真面目に申告するやつはこいつはまだ取れるんじゃないかとどんどん来るわけ年に3回ぐらいお問い合わせが来るわけ、はい、問い合わせが問いで申告しても何2回ぐらいは大体修正さされるんだよね毎年毎年毎年大変ですね本当に嫌になっちゃうでもアメリカでも会社持ってるんですよねそれはやってるそれはアメリカアメリカでうるさいでしょううるさいかもうね 10, 10万円ぐらいの決済でも来るのあの何ていうか電子決済あるじゃん はい、いろいろワイヤーだとかね、はい、あんなのやっちゃうとそれでもくるのお<ー>すごいよ IRA は IRS <RA> かすごくてねまあこれはもう会計さんきちんとやってくれてて,って、うん、払ってます毎年7月にアメリカ払ってるアメリカと日本で納税しなくちゃいけないという大変な状況のなんですけれども <laughs> まあ結構脱税する人結構いますからね。多いよね。多いよね。多い多いしやっぱりあの仮想通貨がねあの、うん、普及して脱税の形が変わったし規模も変わったし、うん、やりやすくなった。まあ、うん、この辺が主役の根源だよね。まあだから安藤さん <laughs> 仮想通貨に関してはですねもうファットフルの管轄下に置くっていう方向で今全国全世界的に動き始めてますんでまあ過去にやっ たことがある人たちこれから追徴が来る可能性があ,あ当然ね十二分にもうそもそもさ証券でもそうだけど三年後だから来るのあそうなんですか三年ぐらい経ってくるから三 <laughs> 年ぐらい経ってくる三 <laughs> 年経ってくる忘れた頃に来るの、ね、忘れた頃 <laughs> まあ三年経ってくるってことは三年分しっかりと持っていくっていうことですよねそうなんだろうねはいまあ、ということで確定申告の時期皆さん早めに確定申告してください、えー、あとはですねマイナンバー制度が 随分拡充ししてててきておりまして結局ね税務署側もマイナンバーで出といり両方ともチェックしますから,、うん、からさっき言ってたみたいな今まで把握できなかった人たちが随分把握され始めている状況にあるというだからマイナンバー嫌うんだろうねだからマイナンバー嫌がるんでしょうねいだからマイナンバー保険証なんかもですね、うん、結局あれ不正やらなかったらね何の問題もないわけですよ。便便便利利利でででししししかかかななないいいちゃんとした人は便利でしかない 顔写真ついてるんで他人の保険証使い回してる連中からするとですね、うん、迷惑この上ないとそうだよねそれにあの口座を紐づ付けるのがどうのこうのって言うけど、うん、いやあんたでその口座にやばい取引やってんのかっていう話で、うん、あのそんな普通のねデトイレをやってる基調やってる口座なんかだったら何の問題もないわけですよ。 いきなりキャッシュを銀行持ってったら預かってくれないからう綺、ん、麗なあの送金だとかね、うん、あの振り込みだとかの履歴じゃないとおかしいわけ、うん、いきなりパンって1億円のキャッシュの入金がないから <laughs> ありえないで,できないから、うん、だからどこから出出たのかかか元聞れますからね、はい、だから200万円以上とか一定の条件になると全部聞かれるし、うん、で金なんかもいくらで買ったかとか全部それチェックされるんで。うん 金に関しても取引をすると全部支払い調書が出てくるんで、もう何をやってもごまかせないような時代が来つつあるということですよね。今一番ごまかすのに何がいいんでしょうかね。やっぱり暗号さんも暗号ていさん、ね、いやけどいいですよ。まだ移動が楽だからね。ああ<ー>両替屋さんももう安語さんばっかり使ってるよね。あ両替屋さん両替屋さん相対であるのね。アメリカとアメリカとそうはい、はい、やるし、あと金がね今金の話出たけどね、金はね潰しちゃうんですよ。うんナゲットにしちゃうの。 ナゲットにしちゃう。そう。つぶつぶにね。つぶつぶに消費税が儲かってるから。はいはい。消費税分儲かるからね。そう。まああのだいたいインゴットいっぱい溜め込んだ人が売却したら目がつくんで番号も入ってるから。はいはい。でシチさんとかあの金金の加工業者と組んでナゲットしちゃうんだね。つぶつぶに。それ今みんなやってる。精錬屋さんに組んじ持ち持ち込んじゃうわけですよね。ただ5%安くなるけど消費税が10%なので、まあ。 かろうじて一二パーセント分儲かると。もうちょっと差額は出せるんだよね。あ、手があってね。あ、手があるんだ。それは秘密だよただじゃただじゃ教えないと。まあ、ただ、あの、今空港もですね。プレーンだったんで。金属製のものは全部チェック入っちゃうんですよね。そもそも金なんか重たいから。もう、か、ハンドキャリーなんか煩わしいよね。もう、そんな儲かることはない。もう、ジェット機で運べ、プライベートジェットで運べばいいの。 スイス系でプライベートジェットで<う>プライベーだっいりいああ確かにそれは言えますね、うんはい、ということで金が一番世界中で換金しやすい商品であることは間違いありませんねということで、まあ、脱税や犯罪行為がいろいろ起きておりますが今、まあ、国会で一番話題になっているというか、まあ、国会出す出さないで話題になっているのが LGBT 法案とあれ頭悪いと思いません、ね あの一部もう理憲だとか一部の人は分かってて騒いでるわけじゃ、うん、それに追随してささ騒いでる人たち頭悪いっていうバカだよね。うん、うん、あのそもそもあの現代法っていうか近代法の根底ってやっぱり僕は科学だと思ってるんですよ。そうですね。非科学的なことを法律に混ぜ込んじゃいけないわけです。うん、で LGBT 分かりますよ。あの政治人がねあの違っちゃってる人っていうのは いるだろうと思う,思うんですよ思うんだけどそれは別この法律でどうこうする問題じゃなくてそういう人たちも大事にしなきゃいけない社会っていうのは当たり前、うん、精神国として。うん、だからといってそれを実体法にする必要がある実体法でどうのこうのっていう問題があるのかといったそれは違うわけ。例えばさ、うん、この間あのルーチェルっているじゃん。子供まで作ってやっぱり女だったみたいな。 うん、それでころころ変わるわけではない変えれるわけですよ自分の意思で。私は心女ですで通っちゃうんだったら大変だしやっぱ女だと思ったけど男だったらでも混乱しちゃうわけです、うん、それをね法律う科学を超えた法律を作ろうとかっていうのはね愚かなわけですよ。まあだからいわゆるあの性が違うということを、うん、これが意思なりが判断して。うん 例えば性転分かる分かるそう身体的な特徴もね変えちゃうっていうであれば外見上もね整うんでいいですいいっていうか普通に言っるんです普通ですよ。なんだけど私は心は女です男じゃあ性的な犯罪性犯罪が起きた場合いや女性犯罪があったとその人体男なんだけどいや私 女なんですりでは女性が女性をしたっていう事件になっちゃう、うん、これ被害者だとたまんないよ俺、うん。だから結局ですね、<laughs> 性同一性障害に関してはこれはもう権利として認めて、うん、ちゃんと性あのいわゆる性転換なりをすれば女性施設に入れるし、うん、逆もまたしっかりでいいと思うんです。だから性自認なんて自認なんてコロコロ買っちゃいますからね。うん、それをじゃあ本当かどうかっていうのをどうやって証明するの内心の問題だから。うん であの逆にそのう LGBT が理解できない人もいるわけ、うん、これも内心の問題だってただそういうね定的少数差を実際、えー、現実社会で差別する個々の行為は取り締まらなきゃいけないと思う。うん、思うんだけど、うん、それを条文化したり法律化してねなんか規則にしようだとか。うん あっちゅうのはおかしいあくまでもこう目標っていうか理念の問題だから思想だとかね、うん、だから理念を法律で定義しちゃうと面倒くさいことになるんですよ。大変なぜかというとですよ例えば女湯ありますよね女湯にブラブラつけた男性性器をつけた人が入ってきた私は女だって言った時にこれどううするんだっていうそ,うそれでアメリカが今大変なことになってるわけじゃん。 たちは捕まるみたいななことっっててて、うんうん、もう狂ってるよね<や>、まあ、スコットランドではですね、うん、あの女性2人をいかつい男性が、うんえー、裁判中に私は女だと言い出して、うん、で女性刑務所に入れろとで女性刑務所に首相判断入れたらしいんですよ、うん、そしたらもうその女性刑務所に入っている女性たちから大ブーイングで社会問題化して首相がクビになったっていう事件があるわけで。そうだから、うん 狂ってるよね。<laughs> それを推し進めようという政治家だとかね、うん、狂ってるよね。いやだから岩屋隆さんとかがですね、中心になって、ね、それであとは稲田朋美さんとかも中心になってますが、うん、岩屋さんとこ選挙区別府だよっていう話なんですよ。温泉別府温泉 <laughs> 別府温泉の温泉にブラブラつけたのがどろどろゾロゾドロ,ドロ,ドロ来たら温泉に誰も女性入らなくなりますよ。うん、地元産業潰れますよ。 稲田先生のところにもですね有名な温泉がいくつもあるんですよ温泉街潰すつもりかと自分のところの産業潰すつもりかっていうことなんですけどもねどう思われますまあバカなんでしょうねだってスポーツジムですらね危なくていけないですよだからそれを実際そういうふうに規定を作っちゃうとそういう温泉だったこの施設 とかかも変えていいいいいななななききゃゃけけそれにしスポーツ陣もそうだしあらゆるところは変えていかなきゃいけない、うん、例えばトイレトイレの一つの問題だって変えていかなきゃいけない、うん、もう潰れちゃうよね潰れますよね,ねやめちゃった方がいいよね潰れるし同時に自分が女だと言っただけで、うん、女性として認められるんであれば性犯罪者の天国になりますよね、うん、そうだし性犯罪の摘発がややこしくなっちゃうのもあるし<う>だから本当ねオスとメスしかないの科学的に。 そうですよね動物学的には。そあの例えばそのトランスジェンダーいや心は男心は女実際のね体と違うの分かりますそういう病気であるんだから、うん、あるんだよねあるんだけどあの分かんないじゃん、まあ、た,ただそれは医師が判断するという条件がつくんで <laughs> 第三者判断なんでまだ客観性は保てるんだけど ただあ,あのいるわけですよあの精神病をね、えー、こう予想って犯罪から逃れようとするだってもいるわけいるいますたくさんいます、ね、いるわけそれで実際医師の診断も出るの、うん、けど裏ではペロッと舌出して笑っている人たちもいっぱいいるわけですよね分かんないから分かんないからねそう <laughs> あのいわゆるその責任能力なしを予想う人たちですよね <laughs> いっぱいいるわけあの、はい、生活を欲しい人だとかね、うん、あと 行った時に軽くなるよとかねいろいろあるわけですよ、うん、もうそれと一緒で本人の自己申告でわかんないそれ以上のものが、うんうん、怖いよね怖いですよだって怖<い>でそうなってきた時にですね例えば子供おトイレ子供がトイレに入ったと、うん、そこに男性がいる可能性が高まるわけですよねこ、うん、んな危ない世界はないということな、うん、危ないしその いいわ今女子トイレにさ男性がいたら不審者じゃん、うん、だけどその政治人がどうのこうのレジビティ法とかできたら、うん、どうかわかんないから、うん、不審者扱いできないんだよね不審者扱いできないですよ<う>、うん、最近男トイレがなく女子トイレとトランスジェンダーそんななってる男性差別じゃんそれ男性差別ですよ <laughs> 法の下の平等に反しますよこれ反するしおかしいんだよ、うんうん、本当本当 だから本来の社会の在り方っていうのは最大多数の幸せ幸せ福を求めるしかないですから、ね、だから少数派の意見を聞くのは聞くけれども大多数の人たちがやっぱり生きやすすいい社会じゃないとダメですよね当然でそ,のその中でその性的少数者をどう保護するかっていう議論の方が大事で個々の、ね、取り扱いにするべきで全体を枠,枠組みを作るとかね おかかかしいよよね法で決めようなとかまあだから例えばそれこ,この話をするとアメリカのいくつかの州ではもう採用されている11つの <laughs> いやそれね民主党がリベラルの人たちが強い州でそれは分かるけど同時にアメリカには性犯罪者の登録制度とどこどこに住んでいるという公開制度と銃犯罪を行った人たちはずっと足首に電子,く電子腕輪っていうかね、うん がついてさらにあの科学的虚勢ってエッチできなくするような罪があるわけですよね、うん、犯罪としてちゃんとその制度が、うんうん、日本そんなもんないですからできないですから、うんうん、だから科学的虚勢を日本国内の国内法でやろうと思ったら人権問題でまず無理ですよね。いや,いやもうそれすごいよねけど人権を高々く言う人たちがそれを許すのもすごいよね。 だから女性を守らなくちゃいけないっていうことで男性 <laughs> 守らなくていいの <laughs> 女性や子どもたちを守るということで小児性愛者などはずっと足首にどこにいるかビーコンつけられたり、うん、それで科学的虚勢でも、うんえー、エッチができない状況にずっと医師の管理下でいなきゃいけないとかそういう条件がつくわけですよね。 それはそれでどうかとは思うけれども、うん、そういう制度がある一方での話と日本みたいにそんなものないですよというところでは同じ議論の途上に立たないんですよね。うん、令和のの神人たちが何々ではってよく言われますけども刑務所はねやっぱあのいらっしゃいましたよね当然。いわゆるゲイの人たちっていうのは来るんですけど、うん、その時やっぱり、うんえー まあ、自分自己申告もあるんですよ。うん、同性愛者です。うん、でやっぱり、別処分なんですよね。うん、同じ。何人かで生活するような。うん、場面じゃない。やっぱ個別で生活するようになっちゃう。だよね。でだよねそ。それしかない。それしかない。そう。いや、だけどね、これね、女子刑務所も問題が出てきてね。性自認で。私は女だと言ったら、女子刑務所に入れるのかってことになりますよね。うんうん、なっちゃう。 よね。だからそこなんだよね。もう本当科学的にやらないとダメですよ。オスとメスしかいないんだ。まあ、動物学的なオスメスで判断するしかないですよね。そ,そ,こそこはね、それしかなくて、うん、もうそこ基本じゃないかな。科学を無視しちゃダメですよ。いやラグビーなんかもですね。あのトランスジェンダーのプレイヤーがいて、それが結局最終的にスコットランドがそのトランスジェンダーを認めていたんですけど。 結果怪我人だらけになっちゃいまして、うん、でもうダメだとであのイギリスの中で一番リベラルが強いスコットランドすら諦めたという状況にありますから、うん、えそこでですね何、うん、で何週も遅れて日本で追っかけるう間違ったことを追っかけなきゃいけないのかよく分かんないんですよ,不思議だよね。っ、うん、と不思議政治家ちゃんと後始末考えてんのってのいう、うん ことだと思うんですけどね。うんうん、まあこれを進めようとする稲田さんやいろんな人ですね。うんうん、岩谷武さんや細野豪司さんとかいますけども、うんうん、細野さんもちゃんと考えた方がいいですよ。残念だよね。あの不意人だと思ってたんだけどこれについては残念な人だ、ねうん。だからあの性的少数者を保護するそのこと自体は別に否定はもう何もしないんですが。うん ただそれによって社会的な混乱を招くようなことになれば、うん、その混乱を招くリスクの方が100倍大きいですからね、うん、でその辺りもちゃんと考えて、まあ、で同性愛の人なんか知り合い結構いますけど話を聞くと一番困ってることは何かっていうとですね、うん、相続ぐらいなんですよね、うん、結局あの財産を引き継げない、うん、だから今までだったら養子縁組大体、うん、いい同性愛の方して養子子供になって財産を引き継ぐんだけど、うん こんなもんだからあれですよあの今事実婚ということで同居5年で結婚と同じような相続が認められるわけですから男性一間の事実婚だって認めちゃえばいいわけですよねそれでか全部片づくんだと思うんだけど、えー。ということでまあちょっと LGBT 問題これどうなるか分かりませんけれども。<laughs> あとあと大変なこれ遺恨を残すようなことにならなければいいなと思っております。どうどうなるの？や BGT 法は成立しそうなの？いや自民党の中でも反対の声が大きい。いや反対しなきゃダメだよ。でおかしいことはおかしい。おかしい。うん、で元々はあの性同一性障害でも反対の声が強かった。うんうん、で今度は性人人なんてわけのわからないことを言い出してますから。うん だからあの今そういうなのをね <coughs> 反対するとすごくあの何ちゅうのかな叩かれるっていうか炎上するじゃないですか。うん、なんか言いづらい社会になってるんだけど、おかしいことおかしいってはっきり言わないとそうでしょうん。当たり前のですあの結局そこのう根底になんで言えないのかっていうと、やつらその活動がうまいのは社会的正義だとか社会的公正さっていうのを掲げてくるから、うん、あの。 平等な社会だとかね、うん、そういうのにこう巻き込まれちゃうから言えないんだよね、うん、言えないけどそんなものはねもうぶった切りゃいいの、うん、いやおかしいだろうっつって、うんね、もうどんどんどん声を引き出してで同調するようなそういうね稲田だとか岩屋だとかね細野だとか出てくるわけだけど、うん、でもそういう人たちはまた逆にたたかなきゃダメだよ他の政治家も。うんうん きき上げしなきゃダメだとだから別府の温泉組合とかにですねこの問題をですね、うん、あの大分県庁とかですね、うんうん、大,大分県議会議員の方とかですねぜひ議会でやっていただける方がいらっしゃいましたらあのね国組長の経済セミナーまでご連絡くださいそうなんだええ、いや議会でやるのがいいですだこれ。そうだよねだって別府の町潰れちゃいますもんで大分の産業ボロボロになりますもんであの、うん あそそこもうですよね稲田先生の選挙区そして細野豪志さんの静岡選挙区あたりでも静岡県議会静岡にもたくさんいい温泉がありますこれが全滅する可能性がある熱海あたりは大反対するんじゃないですかね。ということになりましてこの LGBT 法も大変なんですが一方でもう一つの話題といえばルフィの問題と。 結局クラ,クラウドソーシングじゃないですかクラウドソーシングそうだよね確かにネットでさ対面せずに必要な適材適所を集めちゃって一つのプロジェクトを、うん、やるみたいな、うん、クラウドソーシングだなと思ってるんだけど、うん、あの強盗実行犯強盗現場行ってるわけじゃん、うん、でお金も実際取ってる、うん、なんでそれをじゃあもう 雇われずに自分でやればいいじゃんと思う同じなんだから量刑は、うん、そう不思議でだからバカなのかなやっぱりだってピンハネされなくたっていいわけでしょ <laughs>、ね、そう自分でやればいいじゃんねそんなキャラク <laughs> そう,、ね、<laughs> そうコーチャーと一緒でさいやあこの馬とこの馬いいよ一二がいいよって、うん、外れたら知らん顔されてさ、うん、当たったらほらよかっただろ金取られると一緒じゃんそ<う>バカじゃねえのと思うよね確かに言われてみたら強盗したお金全部自分でポップ入れて、うん 3人なら3人で山分けすら言いいくけの話ですよね、うん、だしそんなことにもそもそも関わらずに自分らでやりゃいい自分でやりゃいいじゃん、うん、あここお金あるぞって思ってそうだよねそう不思議で仕方ないのそうだよね、うん、なんでそこに気が付かないのかね気がつかないのネットでさ調べて闇バイトとかあるんで調べたの <laughs> これいいな」と思って言ってそれで指示された内容は強盗じゃん、うん、強盗か本当にやるんだからすごいよねバカだよねあ頭悪いですよ、ねそれで 上がりをちゃんと払ってるのもすごいよね。よね真面目な人たちだよね。真面目ですよね。サラリーマン根性丸出しみたいな。<laughs> すごいあの。こんだけ儲けたからこんだけ納税しなきゃっていう。納税意識が高い人と同じで。<laughs> いや真面目なんじゃないの確かにね。<laughs> まあでもだけど薬剤でも上納金ってあるじゃないですか。 あれだってちゃんと秩序があるからねそれで秩序もあるしあの能上能金って言われてるのがおかしくてそもそも、うん、上納金なんかないんですよ、うん、あの会費だから、うん、組織の運営費なんですよ、うん、山口組だったら山口組を組織看板を保って組織を運営するために必要な経費なんですよね、うん、別に儲けたからっても持ってこいんじゃないの、うん、これが大きい勘違いがあるところで、うん、上納金は取ってないですから。うん いやでもそれはそれでね組織としての看板とかその、うん、まあ対外的な、うん、ロイヤリティロイヤリティフランチャイズフランチャイズね <laughs> で他の組織が出てきた時に山口組という看板で排除できるっていうプラスがあるじゃないですか、うんうんうん、当然ねルフィなないいですよねないだから情報結局そういう情報こところにお金があるっていう情報を、うん、に対する情報量なのかなとは思ってる。 ね、うんまあだからさっき紅茶って言いましたけど、うん、確かに紅茶と一緒ですよね紅茶紅茶なかったらな中であなかったねと終わっちゃうんだもん保証してくれないんだもんそうですよ最、ね、低保証があるのはまだ分かるけ <laughs> <laughs> ないんだもんであったらあっただけどもう取られるわけじゃんうん馬鹿らしいよねねえあれ例えば運び屋で一部その犯罪直接殺人に関わってなくてもその殺人犯を運んだだけでもですよあれ最低十五年は食らうでしょ多分分かんない だから例えば運転手今から強盗するっていう認識はあったら強盗の共犯なんだけど殺してしまうだとか相手を傷つけるだとか分かってたかどうかっていうのはそこね難しいです。死ななののか殺人も例えば車内で暴起した時に「いや殺してでも取ろうぜ」という話し合いがあったもんだアウトだけど果たしてそこまであったかどうかかない分からない。ですよね まあ、ただ、ネット時代とはいえ、ネットでそんなものを受託するなよと。クラウドソーシングだ。確かに。クラウドソーシングなんですよ。あ、組み立ててんですね。スキーム。まあ、一つのプロジェクトに対して必要な人材をクラウドで集め、クラウドソーシングで集める。うん、ネットで集めるって、ね。これで一つの仕事が完結するみたいな。うん、クラウドソーシング。で、それを送金までのプロセスを全部分業制でやらせると。分業 確かにね。今の時代だなって思うんだけどその実行犯としては僕バカじゃないからそれだからクラウドスイッチで雇われたから刑が安いかって,ってそうじゃなくて実行犯は実行犯の、ねうん、刑で裁かれるわけだから同じだからバカだなと思うわけ、うん、だったらリスク取るんだったら自分でやりゃいいのかなと思うまあ確かにね、うん、なんでそんなことやってたらそもそも闇バイトっていうもの自体がおかしいわけだ、ね、おかしいね。 だからそういうところに集まって募集してくる時点でバカなんだよね。ですよね。<laughs> 知らされて仕事ないよ断りはいいのに断るやっちゃうのはもっとバカなんだ、うん、っていうかねだって犯罪を他人の依頼でやるってこと自体が割に合わないですよね。お金もらえるなら別ですよ、うん、殺害依頼受けてとかならまだ別だけど、うん、そうじゃないですもんね、うん、ほんと馬鹿らしいよね。 うん、言われてみたらそんな矛盾があった男に気がつきませんでした不思議なんだよねね、うん、見てていやまあだからあのかつていらっしゃった暴力団なんかでも、うん、上からそういう犯罪というか、うん、強盗やれみたいないう組はあったんですから 来るからです、ね。捕まったら、しゃばられるわけじゃん。んそ,、ね、そんなリスクを取らないです。取らないですよね。うん、だから、いだに使用者責任、今も、本当に使用者責任がものすごくうるさくなってて。うん、末端の組員が誰か素人さんを殺しちゃったっていう場合に。山口組の組長に行きますもんね、うん、賠償責任。でも、割に合わないんで。大変だよ。大変です。大変ですよね。そうだから、山口組は。今もやってると思うんだけど、勉強会があって、あの弁護士さんも。も 毎月に一回とかあって、うん、防犯条例とか防衛隊法だとか、あと。あの、使用責任だとか、の勉強があるんですよ。うん、だから、とにかく、あの。そういう、上に責任が来るようなことをやるなとか。うん、こういう犯罪はやるなとか、口酸っぱくして教えてるから。<laughs> い,やい,やい,やいやいやいや、すごいコンプライアンスうるさいんですよ。<laughs> あ、そうなんですか。そう, <laughs> そうか、すごいですよ。 まあ工藤会とかね過激なところは別にして逆に大看板だからちゃんとコンプライアンスしっかりしてたのしっかりものすごいしっかりしてま,すあ,あ,まあ今の時代は本当に末端が殺人事件を行ったという件で賠償責任が山口組の組長さんおよび山口組本部に行くっていう例が多発してますからこれ出てるんですよね判決で合わないですよね合わ,ない合わないからまあいろいろ組織も形態を変えたり してきたわけです山口組、うんね、だから昔はさあの名刺全くの組まで上に山口組が付けられたんですよ五、うん、代目山口組、うん、何々組何々組って本社がなんプリントできたんです名刺に。うん、ところが2006年とか頃六代目体制になってからこの山口組を使っちゃいけない使えるのは直参の人たちだけになっちゃった。うん、だから他の人は山口組,組じゃないという形にしたんだよね。 直妻さんって何人ぐらいいるんですか。今何人いるんだろう。わかんないわ。あんまり興味ないから。僕らの頃で百人ぐらい。百人ぐらい。五代目から六代目に転換する頃は百人ぐらいいた。だから五代目から直接杯を受けている人たちっていうことです、うん。だけ直さん山口組って名刺にすれなかった。スああ、でそれで使用書責任を逃れるという。そ,うそのそこから下の末端の組は山口組の組員本部の組員じゃないですよ。うん、本家の組員じゃなくてそれぞれの組員だから関係ないよっていうのを。 地域団体のねだからまあ警察もさそんなに甘くないからそれであそうかとは通らないら、ね。といですねまあだからだから頂上作戦みたいなことになるわけですけれども、うんうん、まあでもそういうの考えたら全然逆に犯罪が幼稚化してますよねそうだよねいろんな意味で。すごいね <laughs>、うん、いやだって会ったこともない人の命令 聞きますか、うん、聞くんだねすごいね。うん、いややっぱり僕らのやっぱりずっと営業やってましたけど、うん、僕らもやっぱりちゃんと顔を見て話さないと、うん、最終的に前進まないと思うんですけど、うん、どうですか今はだからこうネットで完結しちゃうんだよね。何でも証券口座もネットで対面せずに作れていきなり取引できる銀行口座もそうだし、うん、そうそう時代なんですよ。 まあでも少なくともリモートで顔が見えないとですねだってテレグラムでやったんでしょ単に文字だけで。みたいでね、どんんななな相手か分かかいいじゃないですか <laughs> いやよく分からんなと思うことが多々あるわけでございますけれども、うん、まあ一応経済セミナーということで、うん、もうあと15分ぐらいになりました、うん、経済の話も少ししたいと思うんですけども。 まあ今アメリカが今回あの次の FOMC いつでしたっけ今度はえっといつだったから3月104日とか5日だったかな次回はね次回うんうんでここで0.25%の利上げをまだ続けるんじゃないかと,いうとい続けますあと3回0.253回がコンセンサスで全部で 75BP の利上げが見込まれてるけどまあそれだけだと。

あの賃金インフレが結構進んできててサービス部門とかがすごく悪くなってきああの粘いんだよね粘っこいんだよね、うん、あと家賃だとか住居費も結構高いでそれなんだけど個人消費だとかすすごく強く強て旺盛なんですよ経済統計自体すごくアメリカいいの。うん、いいからインフレが収まらない。 個人消費ってアメリカ大体いい70%ぐらい個人消費に占められてるから、うん、これがいいってことはインフレは収まらないってことな、うんまあ、世界で一番こう内需比率が高い国っていうのがアメリカで。うんうんうん、で本当馬バカな民族だから、うん、もう何回も借金しては破産してを繰り返す民族じゃないですか国家もそうだし、うん、個人もそうなのアメリカって。うん、だから今もう自動車ののローン滞納も,もう過去 最大ぐらいになってきたし、ええ、クレジットカードの残高も過去最大ぐらいになってきた、うん、もう不払いも増えてきて, <coughs> きてるわけでそうやってのものを買う民族だから、うん、もうどうしようもないね行くとこまで行っちゃう、まあ、消費は美徳という <laughs> <laughs> そうだね、ええ、だから行くとこまで行っちゃうんだけどそれでもデフォルトしちゃうでしょどっかであそれは個人レベルでいっぱいデフォルトしていくでねうん で行くんだけど、それでも、まあ、なんとなく、また繰り返しちゃうというのが、いつものアメリカなと。そう、もう。繰り返しちゃうね。繰り返すけど、うん、また景気良くなるみたいな。繰り返しですよね。そう,そ,うそ,うそう。ええ、はい。<laughs> まあ、なんとかなるだろう。<laughs> なんとかなるだろうみたいな。<laughs> 日本人とはちょっと感覚が違う。違ってて。はい、だから、あの。うん、まあ、そういう。 アメリカの、ね、バカな思想みたいなそういう変などんどん投資しようどんどんあれやろうっていうのは今日本に押し寄せてきてて投資を進めたりね貯蓄より投資だみたいになってるんだけど、うん、いやバカなアメリカのそのこ見なこと見習わなくていいから日本人の美徳って堅実性だとかそういうとこだから見習わなくていいの。うん ね、いいんですかいいのみんなだったら破産しちゃうみんなそうじゃん、ええ、うう投資しろ投資しろってもうみんなが儲かるわけじゃないんだからそう投資する能力がなければですね<そ>う <laughs> もう5%ぐらい株式なら 5%6% ぐらいしか勝てないんだから、うん、<laughs> もうまあ95%失敗に終わるわけでそう失敗してくれないと、うん、儲かる人もいないし証券会社だって持たないし、うん、銀行だってもら持たないうし、ん、もうそういうふうにできてるんだ いやだってですよあの地方銀行あたりが売ってる保険系の商品だって最初から手数料がですよ7 100万の商品買って90万とかしか元本なくてどうやってこれ100%に戻すんだって今の定期利の時代無無理理でですすよねねこれななんじゃないですか、ねうん、で最初から損するの分かってて売り込んでるわけですから。 客騙してるとしか言いようがないような商品ばっかりですからね。<laughs> だからそんなもん買わせてどうするんだと、まだ銀行預金してた方が良くて。うん、そう <coughs>。この前あの。電車に乗ったら。中吊広告で。新生銀行かな。うんうん、あの。定期預金、うんえー。初めて導入の方。一パーセントっていう。定期預金。ね。ね。<年に> <laughs> いや、でもね。今までよ。 定期に金利がつくっていうのはもともとは当たり前でしたよここ10年ぐらい見てなかったんで銀行に預けて金利がつくっていうのがああこういう感覚なんだとだってつかないでしょ預けないでしょ猫さんとおもそ,うそ,うそうえいや預けますよ預けますいやでも金利ついたってあんまり感じないですよ日本国内じゃあ,あの普通預金とかはねあの 金利はつかないほとんどつかないけどあの外資銀行の短期の預金とかすごくいいのがあるんですよ45日でこんだけだとか3ヶ月でこんだけだとかいや一番いいのはね僕信用金庫と取引もあるんですけど信用金庫のね出資証券 2%3% つくんですよ出資額の。 だから二パー三パーつく商品ないじゃないですか。うん、ただ解約にしばらく時間がかかるっていう状況はありますけど、毎年三パーでももらえればいいやと思って増やそうと思ってるんですけど。はい、トルコが今地震で大変,大変じゃんそう。トルコってすごい金利が高いのよ。こ、うん、れで銀行と相対で金利決めれるんですよ。うん、年年五十パーとか六十パーつくから。うん、だけどトルコのお感じ不安でしょ。うん、だからそこが問題で、そこはねッジする。 方法があるんですよ。銀行と相対で外債でちょっと立てて、すごい金利なっちゃう。そうなの？う。ん。でもリスクはヘッジできるんです。ヘッジある程度できるって。だからその分リターンは減るんだけど保険料。それでもね20パとか金取れるから。それいいですね。いいんだけどもうすごくいいです。でもただじゃ教えらんない。教えらんないそれ。そうだよ。そうだよ。そう相対で決めるんですよ。銀行と。 まあでもこう地震でこれからちょっとね不安定化する予測が立っててそ、うん、え本当にそのデフォルトしなきゃいいなと思って見てるんですけど、まあ、いつデフォルトしてもおかしくない国でもありますからねもともとはね、うんはい。ということでまあ世界各地が今なんかすごくおかしい感じになってきてる気がするんですけどお、うん、おかかししいいとと僕たちがおかしいと思うだけど そうじゃないこれが正しいんだと思う人たちもいるのも事実でもうそう,いうやって文化っててでできいいくわけじゃないですか、うん、だから、まあ、そういう転換点絶えず転換点なんだけどそういう大きいムーブメントなのかなと思ってて例えば、うん、本当にもう僕らも年だから、うん、将来の,その若い人たちがどういう世界を望むのかどういう社会を望むのかで決まっていく方向って決まっていくと思うんですよ。うん、だから例えば 今から20年後30年後がもう LGBT 天国の日本を望んでるんだったら今の若い人たちがね、うん、まあそれはそれでいいと思ってるわけ、うんうん、まあねそれが自然だからそれに反対する人たちの声が潰されるというところに問題があるそれはもう当然あの問題でねあの、うん、っ抗してることだったらどんどん活発な議論になるんだけど 結婚してないわけですよ。うん、あくもう本当に少数の意見が大きくなっちゃってるのが今現状。うん、これがもう気持ち悪いよね。うん、だから堂々と政治家っていうのは将来の日本の国ごとを思うんであれば批判を受けてでも自分が正しいと思うことをどんどん主張してもらわないと困るし、うん、票のためだとかね、あの炎上が嫌だとかでね、うん、萎縮してるようじゃ政治家ダメですよ。うん まあ岸田さんなんかそうなんですけど、ね。岸田そそもそもだだからねということで、まあ、世界的にいろ、まあ、んな問題が起きていておかしくなりつつある中で、うん、もうそろそろウクライナ侵攻から1年ということで今ですね、まあ、G7 でもロシア中国に対する新たな制裁をかけると。で中国は中国でですね 奥義がロシアに行ってそれでプーチンと会ったなんていうのが報じられてましてちょっとこう戦争リスクなんていうのもこう肌身に感じるようになってきたと思うんですがどうですかねそうですねもう、うん、どん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 リスク高まっていってまあそれも当たり前なのかなっていう感じあの、まあ、コロナでねこの何年間か。 すごく混乱したじゃないですか。うんね、それが収まってきたら、やっぱり寄り戻しも来るんだろうなと思うし、うんえー、いろんなサプライチェーンの混乱もあったし、分断化が進んだっていうのもあって、うん、新しいこう世界の枠組みに向けて動いてるんだろうなと思って見てるわけですよ。だからこれがどこまで、ね、中国が、うん、押してくるのか、これ混乱に乗じてね、うん、えっていうのが見ものであって、ただ結構。 アメリカもも中国も強気になだからあまあいずれ僕の持論としてはいずれ中国とアメリカやらなきゃいけないっていうかやるだろうと思ってるから、うん、それが早まっただけのことなのかなと思って、うんまあ、どこかで何らかの後片付けをしなくちゃいけないだろうな <laughs> いないしここは決着をつけなきゃいけない国家同士でしょう中国とアメリカっていうのは、うんうん、どうしようもない相入れないから入れない、ね、地球上で。 まあ、とはいえやはりそれがその衝突点がどこになるのかね、うん、どういう形になるのかで今逆に言うとクローズアップされ始めているのが台湾というよりもフィリピン南シナ海問題、うん、逆に言うとアメリカなどもフィリピン本島やそして台湾なんかでも衝突が起きるぐらいだったらあの7つの人工島とかですねそういったところで海戦海の戦いで。 勝敗つけちゃった方が早いという考え方をしている方々ななどもいますまあそうなってくるとですね、まあ日本もこのシーレーン石油を運ぶ海の道が一時的に閉鎖される可能性が高まるわけで日本も安泰ではないし当然そこにどのような形で日本が関わっていくのかという問題も出てくると思うんですがどうですかね猫さんこの辺りは日本はどうすべき日本どうすべきってどうしようもなくてもう備えるしかない ですよねだから、うん、あの LGBT うんとかね今度はもうすごい贅沢な枝花 <laughs> そうあの国家の存続にとっては全然すごい優先順位の低いことなんです、うん、その前にやっぱ安全保障とか防衛の問題をね、うん、やらなきゃいけないのに何、うん、か変な騒ぎばっかりの乗じてなんかダメだよね。ま 岸田政権の特徴としてて優先順位がついてないなんですよね何からやらななきゃいけないけかやっとですね高市さんが前に進める形でセキュリティクリアランスの話が出ましたけど今国会で出せなくて来年度国会って頭悪いんじゃないかと、うん、だって防衛協力するって言ってる上でですよ国がセキュリティクリアランスなければ、うん、外国 NATO とセキュリティ協力できないんですよ。うん、これどうするのよよとと間に合わないよと いうことなんですがそういう議論も全くされない、うんうん、これ本当危険だなと思ってるんですけどだしまあこのロシアのウクライナ侵攻でいろんなことを学んだはずなのに、うん、やっぱり対岸の火事なんだよね多くの日本人にとってはね、うん、だけどまあ、台湾のね問題があってちょっと緊張感を持って防衛のこととか安全保障を考えた方がいいよね。うん、いいわけですよ、うんで 例えばその防衛力を強化したら戦争につながるみたいな発想があるんだけどあるじゃないですか多くの人が言ってるわけなんだけど、うん、今強盗とかいっぱい流行ってるじゃないですか。うん、やっぱりお金があってあのセキュリティが弱いとこお年寄りだとか狙われてるわけです、うん、暴力団の事務所っって強盗とか入んないいいじゃんいお金いっぱいありますよ。現金、うん、けど入入らないの入やっぱりね 防衛力が強いから。<laughs> 防衛力が強いから。入り <laughs> に合うから。あ <laughs>、うん、もう、これが、もう、基本だと思ってんだよね、うん。そうですよね。そう、あ、ボルの事務所、いっぱいキャッシュあるから、みんな行ったらいいんだよ。うん。うだって、相手が殴りかかってこないと思ったら、いくらでも向こうはね、たかってくるし。うん、それで、いろんな意味で嫌がらせをしてきたりするけど。相手が強いとなったら、あい、かかってこないですからね、そもそも。そうなの。あの、通り魔事件でも、そう。うん、誰でも良かったって、犯人言うんだけど、そうじゃない。 絶対抵抗されても勝てる相手を狙ってる、だから女性だとか子供だとか。お年寄りだとか一番被害に遭うわけ。うん、ね、もうプロレスラーとかプロボクサーと。みたいなの、は、まあ、襲われてないから。レグニソス。<laughs> あ、その人は避けるの?ね。犯人も。そうですよね。当たりもやられちゃうことう。当然としてね。はい。そう。だから、その辺もちょっと。あの、考えた方がいいよね。安全保障。うついてはね。うんうん こここでこれだけあのエネルギー電気代が高くなってきたんでやっと朝日新聞でも原発再稼働賛成が50%を超えたということで <laughs> 何年かかってんだよって話で結構そうもう最初から分かってたことじゃん最初から言ってましたよねもう十何年前から言ってまし <laughs> <laughs> 12年ぐらいから言ってるから俺そうですよねうう2010あの震災の直後から言ってましたからね <laughs> えー、ということでやっぱり最終的には合理的なところに落ち着くのかな。結局あのこれ仕方ないこれだねっていうの答えが出るんだよね。うん、ね、それに間に無駄な周りみをしないこと。うん。この LGBT 法案でもそう。うん、まあということで根国見町の経済セミナーそろそろこのあたりで